はじめまして、黄色い人です、よろしくお願いします。ちょっとテンパってて頭からポーンとかなってるんですけど、次も、オリジナル曲を歌いたいと思います。基本的にあまり明るい歌を作らないんですけど、とか作れないんですけど、なんか
別に実験団でもなく、ただそういう人がおったらこんな感じなんかなみたいな感じで、もう漢字使いまくってるんですけど、もうニュアンスで生きてる人間なんですけど、もうこんな感じかなっていうのを想像して作ったちょっと楽しい曲です。聴いてください。変わらない二人でいよう。星が見えるこんな日には二人で天体観測をして、星の名前をくぐってみたりして、空が青いこんな日には二人のモノクロなデートでのコントラストに笑いな。知らわかるから嫌だわ。毎日毎日かいまっていって、毎日毎日お帰りと返す。何気のない日中に変わってく二人の未来。月が見えるこんな日には二人で乾杯なんかしながら、昔話を今の曲、最初の曲はあの街までって歌で、今やった曲は、星降る夜って歌なんですけど、さっきの曲は本当にこのライブが決まってなんかあんまりオリジナル曲がないんですけど、どうしてもオリジナル曲で全部やりたいなと思って、その間に合わせた感じですね。多分もしかしたらセット表に書いてるタイトルと今言ったタイトルが違うかもぐらいの、もうあの新品ほやほやって感じなんですけど最後の曲になるんですけど、私の大好きでめっちゃ憧れてるシンガーさんが、ここの歌う魚さんで、歌ってるのを観客席から見てたんですけど、その時にいつかここで歌いたいなって思って、
でそれがまあ半年後ぐらいにこうやって叶ってることがとても本当に嬉しいです。誘っていただきありがとうございます。これからもあの大阪中心ではあるんですけど、まあたまにどっかにあの少ないお金持って行って歌っていけたらななんて思ってます。ありがとうございました。最後の曲はちょっと静かなんですけど、とても大事にしている曲なので、聴いてください。リセット。自分の居場所を探すばかりで他人と比べてるばかりじゃさ、自分の本当の価値なんてさ見つかるなんてことはないんだ。自分の居場所がないのなら自分で作るしかないから、居場所がないのは人のせいにしてただ生きてくだけなんてなんてバカバカしいな。
ちさでした。ありがとうございました。はい、ちささん、はい、ちささん、なんかちさの後に後ろになんかついてますね。はい、何がついてるんですか、あれ。なんかニコちゃんみたいな感じですかね。うん、ニコちゃん顔文字、顔文字ですね。顔文字ついてる、ニコってしてる。あれはなんて読むんですか。読まないです。読まない。はい、もうなんか最近読まない名前つく人が多いですね。飾りですね。飾り、はい、飾り、ちさ、ちさ飾り。うん、はい、です。はい、そして今日はなんか黄色い服を着てるんで黄色ちゃん呼ばわりされてるんですけれども、そうですね、根に持って使ってみました。うん、黄色い人ってことでね。はい、黄色い人、うん、いろんな人が、まあ色で言うとね、いろんな人、赤い人、緑の人とかね、言いやすいんですけども、普段から黄色好きなんですか。いやー、一着上持ってるぐらいですね。うん、あ、そうなの。たまたまなんだ。たまたま、たまたまステージ映えするんじゃないかみたいな感じで、うん、なるほど、しました。そうですか。一度ここに来てるんだよね。はい、うん、だからこの旗のあのカラフルな感じとか知ってるわけだ。知ってますね。それでステージ映えするかなと思って。そんな感じですね。なるほど、さすが研究熱心ですね。はい、ちなみに、そのアーティストというのは誰だったんですか。温州みかんちゃん。温州みかん、温州みかん、キャスファイル5に入ってますね。温州みかんさん。そうなんだ。そのみかんちゃん見に来た。そうです。3月かな、あれ。12月ぐらいだと思います。12月はい、12月のもうクリスマス前みたいな、もうイブみたいな時やった。はい、23だ。そう、それ12月23。はい、みかんちゃんね、多分それ CD のレコ発だったような気がしますね。そうですね、うん、しっかりゲットしましたね。はい、ね、そう、キャスファイル 5とね、その彼女のタイトル、CD タイトルのね、発売日で。どうでした、その時はみかんさんは。いいステージしてました。もう、本当に次元が違うって感じでしたね。次元違う。私、そうなの。うん、もう本当に、きっかけとなったのが本当に温州みかんちゃんで。あ、そうなんだ。弾き語り自分でしようみたいな、憧れて入ったのが強くて、うんうんうん、なのでもう生で拝めたって感じです。拝めた。そうなんだ。はい、先々週札幌でみかんちゃん、あの、会いましたよ。うん、いいですね。ライブ見に行って、はい。そしたらね、やっぱね、そういうつながりっていうんですかね、キャスファイル3に収録されています、サチさんっていうアーティストがいるんですけど、彼女とね、札幌で対バンしてるんだよね。なんかね、本当にどういうつながりがあるのか、キャスファイルのつながりは恐るべしでね、悪いことできないって感じなんですけどもね。そうですか、なんで言ってくれればちゃんと一言言っといたのに。うん、言っといてほしかったですね。そうですか。でももうあれですね、そのファンという眼差しじゃなくて、同じステージに立ってしまった以上、ね、ライバルですね。恐れ多いですね。ライバルですね。はい、うん、そうね、本当に今日もね、あの、本当にこのステージ立ってる人が全てね、仲良くなって帰ると言いつつ、本当はね、ライバル、次回はもっと自分が一番のプレーをするんだったみたいなね、そういうね、向上心を持ってね、あの、書いていただければありがたいんですけれども、ちささんはこれからどういう活動をしていくんですか。そうですね、やっぱり学業との両立みたいなのもあるんですけど、はい、自分ができる範囲のあれで、なんか大阪だけじゃなくて、うん、なんかやっぱツイキャスとか やってると関東の方とかがよく聞いてくださってるので、そっちの方向にもなんか路上だけとかでもしに行って出たらなみたいな感じですね。そうそう、はい、結構ね、あの、ツイキャスとかネットで活動してると、例えば地元で、まあ、例えば札幌でお客さんが1人2人しか来ないんだけど、東京ライブしたら30人来ましたとか、そういう人っているんですよね。大阪にもいるんじゃないですかね。うん、
いや本当にね楽しみな存在ですけども、じゃあこれから受験とかなんかまあ進学をしながら活動していく。そうですね。そう、ぜひねいろんなところで活動してほしい。はい、またあのうちのイベントにもね、オリジナルたくさん作ってくれるってなったら、じゃあ演奏時間長くすればどんどんたくさんオリジナル作ってくれるということでよろしいですか。そうですね、はい、次出演するときはもうメインアクト30分ステージということでお願いしますね。はい、はい、次は何色の衣装が見られるのか楽しみにしておいてください。はいはい、最後告知とかメッセージとかあれば。そうですね、ライブとかは今のところまだ決まってないんですけど、しばらく、まあ、来ない限りはしないとこうっていう感じなんですけど、ツイッターでツイキャス等で活動してるので、ちさ4468ってやったら出てくると思うんで、よかったらフォローしてください。以上です。 4468? はい。それ何ですか。気分です。あの、ブースが好きみたいな。ブースが好きみたいな感じで4468、はい、ししむ、なんだろうね、なんかないんだ。なんか誕生日でもなさそうだしね。わ、ね、はい、かりました、はい、じゃあ最後に雲春美香さんにメッセージを一言。大好きです。はい、ありがとうございました。